ブ配信中、始まった。始まったかも。よし、よし。痛い。痛いよ、あゆみ。痛いよ。ということでね、あゆみ、てんてん。ということで、今日は2人で10キロね。やっと2人でね、こうは、ミスターライブ、キュン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 っていくとね、今日何をしてるの？どうして黙ってるの？しっかり話して。え？何？ちょっと待ってください。何？佐藤さん。何？始まってますね。バレた？始まってる。始まってる。違う。ね、あゆみ、ちゃんと話すんだよ。何してるの？どうした？どうした？10年間見てきた顔忘れたか？10年間こんな顔してたんだ。なあ、10年間見てきたよな、この顔。こんな顔だったら、この顔。とかなんか細くなっちゃって、どうしちゃったのよ、本当に。こっちに行けばいいのか。何？どうも。あゆみ。まーちゃんはね、はい、あれ伝えましたか、ちゃんと。何を伝えること、言うことあるでしょ。何を、うん、言わないの。言ったよ。言った、言ったよ、ちゃんと言ったよ。ファンのこと言った。本当に言ったよ。卒業のことや。え、本当さ、卒業のこと言ったよ。本当に言ったよ。本当ですか。はい、嘘をつきました今。佐藤さん、はいはい、皆さんにっていうことね、もうちょっと、あの多分ね、ハートとかにかぶっちゃったらちょっと嫌だっていう人がいる。はい、ありがとうございます。もうちょっと、はい、そう、はい、じゃあ、ということでですね、10期10周年ということで、うん、インスタライブ始まります。始まりますよ、始まります。まーちゃんからも、はい、言ってください。言えないよ、どうした、やだ、どうした、代わりに言って、無理。わかりました。佐藤まさきちゃんは、卒業することを決めてね、モーニング娘。うん、ハロープロジェクトを卒業することを決めて、はい、その最後のステージは12月13日の日本武道館で単独公演。10月1日です。今すっごいいらない説明だから。10月1日は10期のイベントをやるんですけど、12月13日に最後のステージがあるので、はい、最後まで応援よろしくお願いします。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 はい、します。はい、感謝しているメンバーについて教えてもらいました。私石田はですね、佐藤まさきちゃんに、やった何ですか、はい、まあ、ご覧いただいた通り、うん、こういう佐藤まさきちゃんはこういう、まあ、元気いっぱい、うん、はつらつみたいな子なんですよ、うん、で私は同期なんですけど、うん、やっぱずっと一緒にいたので、うん、私別にそんなに特別頭がいいとか、うん、すごくしっかりしてるとかもないんですけど、うん、こういう子と一緒にいるおかげで、うん、あ、石田ゆみちゃんは本当にしっかりした子だね、真面目な子だねって言っていただけるんですよ、うん、そういうこと、そう、すごいなんかプラスに感謝されてる、言っていただけるっていうのは、うん、ね、いてくれてありがとうって思います。喜びを返してください。
まあ面白いですからね、一緒にいて、うん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 、ありがとう、うん、ありがとうございます福ちゃん、あれ問題だな絶対。そうですね、結構手がかかっています。でしょ、その小学6年生で加入してきたんですよ。だからまだそのいろいろダメなこととかわからないかなって思って、まあね、うん、まあ、仕方ないかっていう気持ちもありながら、うん、でもこうだよって教えてたんですけど、うん、実はもう20歳なんですよね。もう立派な大人ですよ。まだ子供ですよ。いや、いやよくみんな冷静に考えて頭冷やして、あ、冷静に考えよう。100歳まで生きるとして考えて、真ん中じゃないんだよ、20って全然。はあ、まあ、こう自覚がないわけですよ。なるほどね。だから私はまだまだ大人にいます、うん、全然だ。まだって100歳のうちのまだ4分の1以下だ。私50ぐらいで来世行きたいんですよね。となると50で死んでるよね。来世狙いは死んでんのよ。私来世は鷹です。じゃあ俺来世鳩。何これ、何これ何これ、え、何何何、どうしたの、何が起きてるの、どうして、俺ひょっとしたら今夢見てんのかな。これみんなずっとこれに付き合ってんの。はい、私は同期なの で、 なで約9年間こうずっと一緒にいるんですけど、大変だ石田さん。オーディション合宿審査っていうのがあったので、うん、1泊2日で旅館に泊まってオーディションするっていうのがあったんですけど、そのオーディション審査は夜中もみんな必死でダンスとか歌の練習をしてる中で、うん、この子は何人か友達を誘って、友達っていうかオーディションメンバーを誘って鬼ごっこをしだしたんですよ。やばいやつだね。だって23時ですよ、こんな時間まで起きたことない。何する、鬼ごっこって何、練習なんですよ。練習です。違う、まあ、母からオーディションしに行くんだったら楽しんでおいでと言われたので、楽しむしかないよなってなって。違う、私やお母さんが楽しんでおいでって言ったのは、オーディションというものを楽しんでのびのびやっておいでってやって、オーディション会場で遊んでおいでじゃないのよ。あ、すごいの来たね、福ちゃん。はい、本当に行動が謎すぎるので先が読めないんですよ。でしょうね。私たち普段こう握手会とかもやっているんですけど、うん、こう一人一人ブースが分かれている中で、うん、こうファンの方たちがこう来てくださるっていうところに、うん、まさきちゃんがいなかったっていうのを、うん、ファンの方づてに聞いて、うん、でどうしたんだろうって思って見に行ったら、かくれんぼをしてたんですね。でこうファンの皆さんから見えないようにこう下に隠れたりとか違うところ行ったりっていうのをしてたので、気づいたらそのフロアにある椅子全部そのまさきちゃんのブースの周りにこう囲んであって、ブースから逃げられないように積み上げて塞がれてました。すげえな、オーディションで鬼ごっこして握手会でかくれんぼして、どんだけ鬼怖えんだよ。佐藤まさき21歳の最新目標は日本語上達。はい、日本語上達ってこの年で何目標に掲げることかい。これは100歳で考えたらまだ朝の7時ですよ。100歳、人間を時計で見た時に、はい、ねえ、なんか急に深いこと言うじゃん。すごい哲学的な言い方する。だからまだまだ朝おはぐらいなんで、全然時間はあるし、そう考えるといっぱいしずちゃんさんだったり山里さんだったりも今でも全然失敗できるし、うん、だってまだ12時超えてぐらいですよ。お昼の12時超えてぐらいが人生できると。 おいくつですか。俺43なんです。あ、じゃあ15時とか16時なんです。結構終盤いってね。その感覚で言うと結構いってるね。結構あとの残り数回。そう、新しい日本語がすごい収集してきて。収集って何よ。収集ね。すごい。16期で入ります。ちょっと待って、一回相談してきて。多分うちの奥さんがすごい怒ると思うけど、怪我さないでっつって。じゃあ皆さんドラムロールお願いします。じゃあ佐藤まさきさんです。最初メガネしないでスキップ出したもんね。はい、あれも正解。正解です。メガネかけてっていうの正解。そうか、めっちゃ嬉しいね。おんちゃんまさきの真似したっしょ。え、まさかまさか。え、変化しないの。変化しないの。いいじゃん、もう勝ったんだからいいじゃん。もう結局勝ったんだから。からいいいい、勝ったからいいね。はい、あ、いいね、いいね、いいね。
いつもあの子もみんな大人になるだろうと当然私もそうだよ、それが三次元さ。このポジタバ理由なんてないさ、答えものなどもとまたなくなった。笑ってて て, 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 て夢っててて yeah yeah yeah、 いれば何もいらない、そう時間よこのまま止まれよくなど何もない、このまま飛ばとなれ、わかるかいこの純粋。サビがやっぱりあのイエイイエイイエイとかっていうのやっぱり皆さんも一緒にコール&レスポンスじゃないですかね、なんかそういうのできるんじゃないかなって思ったのと、やっぱりレコーディングの感想としてはサビのあの早いところが早口にならないように頑張ったりだとか、あとはやっぱりつんくさんといえばリズムなんですけど、リズムはめちゃめちゃ相変わらず難しいなと思いながらもやった感じでした。でもコンサートで早くみんなで披露したいなっていう気持ちが大きいので、早く披露できるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。心が痛むというのか、うん、バイバイ。それは恋、恋ですよ。きっと僕と出会ってから君は恋に落ちたんだね。さあもう大丈夫、僕はここにいるよ、おいで踊る。Let's go sailing. So sad, she said it's more step by step. Baby, baby, 今夜は forget. 踊りますね、カップラライス。照らし、私を見て寂しい。
Yeah.